さて続いては中山茜の愛しの姫散歩のコーナーです。今回は八幡浜市中心部のアーケード商店街をぶらりお散歩してくれました。はい、明治から続く老舗に元地域おこし協力隊員がオープンしたスパイスカレー専門店と新旧揃い踏みする商店街の魅力満載です。今回のお散歩、八幡浜市にやってきています。いや、見事な景色じゃないですか。港町が一望できる場所に立っております。さあ、今回のお散歩どんな出会いがあるんでしょうか。目指すは市街地です。八幡浜市の商店街にやってきました。さあ、八幡浜の商店街、アーケードがですね、ちょうどこう T 字路みたいにこうつながっておりまして、結構大きな商店街なんですよね。今日はね、ちょっとまずこっちに向かっていきたいと思います。さあ、まず目指しているのがですね、あ、このお店、これ見てください。ほら、夏はやっぱりスパイスカレー。こんにちは。あ、どうも、ご無沙汰しております。お、めちゃくちゃスパイスのいい香り。以前、はい、あの、保内の方ですよね。そうですね。で、出会った、はい、偶然ね。あの当時は地域おこし協力隊をなさっていましたよね。現在は、八幡浜の商店街でカレー屋さんを無事やっております。あの時からおっしゃってましたもんね、はい、あの、自分のお店を八幡浜で開きたい。そうですね。一応合掛けで2種類食べれる、そんなこともできるのがあるので、うん、そちらでもしよければ。あ、じゃあ合掛けにします。はい、そんな一皿で2種類ってことですよね。基本的に皆さん最初はチキンをお勧めしてるんですけど、はい、まあ、それに何組み合わせてもらうかっていう感じなんですけど、まあ、気まぐれももちろん、うん、あ、気まぐれもあるってことですか。はい、これがこれです。2種類のカレーの間にこう道ができてるみたいそうですね、ライスで、はい、いただきます。うん、柔らか、おいしい。あとこう鶏肉がもう出汁みたいに旨味が出てきて、で、あとからこうスパイスの香りがこうどん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 波みたいに広がっていく。めっちゃ美味しい。素敵な表現。いやいや、本当にちょっと2種類の中でも気まぐれ、本日の気まぐれのが入ってるんですね。イカとナスの、はい、台風のカレーなんですけど、あ、こっちはまたね、個性が違いそうな。うん、こっちのカレーの方がクリーミーな感じがしますね。そうですね。で、チキンがちょっとこう爽やかさっぱりな風味で、はい、合いがけ楽しいありがとうございます。とりあえず一回、食べてもらって、で、あ、スパイスカレーそんな得意じゃないかなって思っても、うん、多分日々ちょっと変えてるんでいつかなんかドンピシャで来るタイミングが来るかもしれないんで。これはね、こういろんな人が仲良くなれるカレーですよ、本当に。これはちょっとこの夏ぜひ試してもらいたいですね。こんにちは。ごめんください。あの、テレビ愛媛の夕方のニュースの取材で商店街お邪魔させてもらってるんですけど、明治10年って書いてあって。そうなんですね。少し話聞いてもらって。ちょっと待ってください。主人の誰、 お父さん主人なんです。名前なんておっしゃる。お父さん早く降りてごめんなさい。何しよう、降りてや。ごめんなさい、はい、お父さん。安尾さん、うるさいの。ごめんなさい、ごめんなさい、うん、急にお尋ねしてごめんなさい。あの、私テレビ、これそうなんですよ。ちょっとウェイターモーベープリーズ。ウェイターモーベープリーズ。すごい英語。あのね、表の素敵な、あの、明治の頃からやってますっていう、はい、あれ何ていうんですか。若松さん、素晴らしい件、ま、幕っていうか、こう、はい、すごい、これいいなと思って。これまだ新しいんですか。もう1週間ほど前に出た。1週間前、うんうん、あ、そうなんですか。やっと、ね、池田屋さん。あ、そうです。先代の、あの、これが相当古いですよね。え、これいいですか、ここら辺まで。これ明治、これ明治、何これ。すごく維持処方箋、ああ調剤書、ああ、本当に池田薬店って書いてあるわ。
すごい。これが一番古いんじゃないかというもの。そうですね。で一番、まあ、初代の。あ、そう。これ帝国薬剤師って書いてある。大日本帝国。本当だ。左の行にね。日本で28番目の薬剤師さん。すごい。すごいと思うな、あの人な。なかなかね。がいわゆる創業というか。そうです。初代。そうです。2番目があの坊主頭の人、隣の昔あの人あの人商売人で、すごい言われようですよね、この時代に。あの坊主頭の人って指さされてると思ってないよね。四国の坊主って言われたんで、本に乗っとだい。なるほど、やり手やったんや。あのあれがペストが始まった自分に、もういっぱい薬持ってわらじかけで走んなはったって、その隣が三代目の人なんですけど、赤ちゃんの人、自転車に乗せた赤ちゃんの方が三代目で、あの建物はこの場所です、うん、同じとこ、この場所で、それで、あのいっぱいこうなんか建てとる建て看板、はいはいはい、あれ銅板ですよ、全部銅板一枚でも隠しとったら理由が立ったな、ね、戦争に全部教室正直な件全部出した。あ、1個あった家が建ったのにな残念やったんな。お母さん面白い。お母さんのルーツですか。ルーツルーツ。じゃあお母さん言う権利あるね。言う権利あるよ。間違いない。1個あった後私この家じゃあ口出す権利あるね。そうで。あー、すごいね、やっぱり歴史とパワーがあるわ。さあ、この商店街の中、昔から続くお店いろいろあるんですけれども、今回はその中でもお菓子屋さん訪ねたいと思います。この店の表から素敵じゃないですか。あ、ここに歴史書いてありますよ。創業明治30年ねえ、老舗ですよ。行ってみましょう。こんにちは。どうもご無沙汰しております。もう商店街といえばという宮川さんのところのお店なんですけど、もう明治からなんですね。そうです ね、 ね、はい、今126年くらいですか。すごいさらっとおっしゃる。126年くらいですか。今でじゃ宮川さん何代目ぐらい。私で5代目です。5代目。あの薄皮まんじゅう1本でもともとは始まったお店です。へえ、はい、で今はさらにバリエーションが広がって、で洋菓子もねえ、はい、むしろ洋菓子の方がバリエーションが広がって、あ、そうなんですか。まあ、時代的にもね、いろいろお菓子の種類増えましたもんね。そんな中でも今日ちょっとね、お菓子を、はい、その薄皮まんじゅうがまずこちらですよね。はい、看板商品の。看板商品の、なんといってもほぼあんこ。あ、でも見た目にも分かります。本当だ。なので重量があるんですよね。そうですよね、小さい割に。本当に薄皮、ええ、ねえ。ではいただきます。うん、滑らか。すごくこうスーッと甘さがじわっと広がっていくような感じで、すごく繊細で美味しい。え、これスイーツなんですか。スイーツなんですか。びっくりした。苔玉なんですか。これだってこうやって飾っときましたって言われても分かんないですもんね、こう置いてあったら。あ、馴染んでますね。そう、ケーキとは思えない、うん、風景になってますね。いや、すごいこのリアルさが。あ、ふわふわの。おいただきます。ふわふわの軽いクリームに、このさっぱりした風味は何ですか。なんかベリーみたいな。あ、ベリーもね。ラズベリー、なんだろう。そうです、キイチゴが。へえ、はい。で、あの抹茶の香りがすごいリッチに立ちますし、この一番上のこの層は何ですか。この茶色の抹茶とあの日本酒の組み合わせのティラミス、和風のティラミス。明治からね続く、その120年以上続く和菓子屋さんでもありながら、はい、これ挑戦的なことも忘れない。そうです ね、 ね、ただ守りだけではちょっと退屈するんで。たまには。あ、ご自身のためにもいろいろ変化があった方が、ね、うん、あ、今日は本当貴重なお味もありがとうございました。ありがとうございます。
うん、老舗も新しいお店もアーケードを、ね、うん、こう練り歩いてみると新しい発見ありますね。そうですね、なんかうまく融合してるというか、うん、薬局のご主人のところのお店のマシンガントークが ね、 そうですね、とても印象的でした。会話がかぶってましたね